皆さん、こんにちは。おごめん。大分の高っち親方です。今回は、高校野球ですね。まあ、あのー、高校野球、こう、前、ね、たまに私も、この動画やブログであげますけれども、まあ、いろいろね、反応が多くて、本当にありがとうございます。本当ね、私の、本当個人的な、 ぼやきでしかない内容にですね、えー、たくさんの方がですね、ご注目いただきまして、こう改めて、ね、この高校野球というのはかなりこう日本の国民から注目や人気があるなというふうに、まあ、感じております。で、今回はですね、えー、この春に行われます第93回選抜高校野球の組み合わせの、まあ、模様でございます。まあ、恥ずかしながら、私ですね、実は今日、まあ2021年、 2月23日でございますけれども、組み合わせがあること知りませんでした。お仕事が終わって夜、こう、スマホ見てたら、あメホの高校ね、対戦相手決まったんやって、ちょっと驚きましたけれども、今回ですね、えー、オンラインでですね、初めて抽選会が行われたということでございます。まあ、ざっと見ると、えぇ、ー、いきなり初戦でこんな対決がなどですね、びっくりいたしました。まあ、今回ですね、組み合わせをまあ見ながら、 まあ、あくまでも私高っち親方個人のですね、まあ、感想や印象を、えー、ぼやきますあのいろんなねご意見やあの感想ですね見どころはございますけれども、まあ、あくまでも一個人の、えー、感想としてご了承いただければ幸いでございますそれでは、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします、えー、それではですね32個はおりまして、まあ、大きく トーナメント表を、えー、便宜上、4つに分けて、えー、まあ8チームごとですね、えー、4試合分をご紹介いたします。まあそこを見ながら、こう、まあこの、矢倉はですね、この高校を中心に行くんじゃないかな、など、まあ簡単にですね、私が思った内に、え、ご紹介をいたします。え、まずはじめにですね、最初 A パートとしましょう。初日から始まる分ですね。 えー、まあ、神戸国際大付属からですね、天理高校までの分でございますけれども、まずね、この、いきなり、明徳義塾対仙台育英。これはもう痺れますね。もういきなり横綱相撲。ね、四国王者と、ね、東北の王者。 もう東の優、西の優、ですね。優は何しにじゃないですけれどもで。いきなり当たるというのはね、もうびっくりですよ。それぞれね、ピッチャーが、えー、ね、プロ注目で、もう優勝候補でございます。おそらくですね、このどちらかがもう私、最終的には、勝者がなんかもう頂点まで駆け上がりそうな、もうそんな気がしてならないんですね。えっ、ー、と、まず開幕カードがですね、えー、兵庫、えー、神戸国際大付属と、 北海道の北海高校。えー、こちらもですね、注目でございますし、まあ、なんといっても、まず兵庫県、神戸国際大付属は、えー、まあ、こう、 支援のですね、お膝元でございますので、まあ、今回制限をかけた、一応有観客ではあるんですけども、制限をかけておりますけれども、まあ、もしこれ制限なかったら、これかなりもうホームですね、こう、国際大付属のフォームになりますし、かといってまあ北海道もね、あの、名門ですし、北海道王者ということで、こちらもね、あの、応援気合が入りそうですので、 あの、アげアげほいほいとかね、あの、地方大会でもこうね、有名な応援もありましたけども、かなりこの開幕カード、あの、面白くて、こう、で、実際もしね、制限なかったら観客かなりもう満員ナな,なりそうなぐらい、注目なカードでございます。そしてまたですね、えー、県大高崎群馬と山口の下関国際、こちらもね、まあ、有機動力といいますか、面白い野球をします。もうどちらもあの、近年、もう、 ですね、甲子園にコンスタントに出られてねいるチームですのでもう少しずつこう甲子園での戦い方も慣れているというところでですね、えー、どのような対決になるかが楽しみですそして、えー、宮崎商業と奈良の天理ですねこちらも注目ですしまあ私がまあ九州の人間でございますからやはりどちらかを応援するとなれば、えー、宮崎商業をね日高投手を中心とした ですね、投手力のチームを期待してますし、まあ、だこのね激戦今年はもう特に異常なくらい強い近畿地区の一角奈良の天理というのがまたね厳しいところですし強い相手でございますねまあ1回戦この A パートかなりですねあの優勝候補もいますしこの地味に強いとかこうですね注目の学校もいますので非常に面白いあのパートになるかなと私は予想しております え続きまして B パートですね。えー、三島南からまあ大崎までのパートですけども、これね、たいこう西日本や中部とかに偏ってるなっていうイメージですし、ああ、もうこれも九州人としてはなんでこうなったのと、えー、初戦でいきなり、えー、福岡大大堀と長崎の大崎高校、えー、この九州大会の 優勝、準優勝、いわゆる昨年の秋の九州大会決勝のリベンジがですね、行われると。できれば上で見たかった。<laughs> まあけど、これは仕方ないことでございますし、今回はコロナの影響なんでしょうかね。あの、同じ地区の対戦、この後もね、出てきますけれども、えー、こういうのが結構近隣で当たる、近県で当たるんですね。えー、 まあ、この、まあ、注目は、まあ、個人的には、まず、この、福岡大大堀と、大崎の試合、えー、どちらが勝つか、ね、大崎がやはり、この、勢いの、王者の貫禄を見せて上に進むのか、はたまた大堀がリベンジでですね、うんま正、あ、しい、こうね、勢力を巻き起こすのか、そこが、まず注目です。 でですねえあ、ー、とでは順番にこう見ていきましょう21世紀枠静岡の三島南は、えー、島えし、ー、てしまった鳥取の、えー、鳥取上北と対戦いたします、ね、初出場がこう中国地区で最近こう力をつけている、ね、安定している、えー、鳥取上北に挑むわけでございますで続きましてこちらがねかなり注目、まあ、このパートのある意味ですねもう一つの個人的な注目ですけれども、えー、東海大相模と 東海大甲府の、まあ、縦島の東海大、ええー、対決。しかも、関東勢の対決でございます。ええー、山梨の東海大甲府が昨年の関東、確かベスト4。で、東海大相模が、ええー、神奈川ですね。ベスト、ええー、ベスト8ですね。で、対戦します。まあ、これもね、また関東勢の対決ですし、あの、ユニフォームがね、かぶ,ぶってて、実況解説大丈夫かなと思いますけれども。 まあ余談ですけども、東海大系列のですね、日本もまあ微妙に違いますから、白地なのか、青地なのか、グレー地なのかですね、引ね、体もちょっと違うようなこともありますし、まあこの東海大対決はかなり、えー、まあ世間的にもかなり注目をされています。えー、続きまして、27世紀枠沖縄の串川商業と同じく青森の27世紀枠八戸西もかなり注目ですね。 ちょっと、先生、ちょっと調査不足なんですけれども、私の記憶だと多分、21世紀枠対決は今回が2回目だったんじゃないかなと思いますけども、えー、まあ個人的にはやはりこの九州という人間でございます、人間でございますので、九州ベスト4、一致してましたベスト8の牛川商業を応援してますけどもね、あの、ヤンキース風のユニホームで今話題になってます、八戸西もですね、あの、まあ、ま、あ要はとう ええー、北とええー、北なんで南北の対決でございましてねまあ最近まあ正直近年21世紀枠なかなか白星がございませんが、えー、この対決でもう確実どちらかが、えー、白星をね ゲットするわけでございますけれども、そこから勢いに乗っていくと大体こうベスト4とかですね、上位にこう21世紀枠も食い込んできますから、あの非常に面白いですね。やはりそれ選ばれるにはそれなりの最低限の実力ももちろんございますし、またこの勢いというところですね、えー、かなり21世紀枠ではこう注目したいなと思います。 ということで、結構これ、注目の、個人的には、注目の学校も多くてですね、あの、どこがこのパートセースか、ちょっと難しいんですけれども、まあ、個人的には大崎か、東海大、相模と、甲府と、甲府の勝者あたりがこう、こう上に進んでいくような、まあ、そんな印象、えー、続きまして、C パートですね。名宝から、えー、こちら、上田西までのパートでございますね。えー、まあ、私が、 大分の人間でございますので、もうとにかく注目のパート。やはりまあ一番応援しているのが大分明和でございますが、初戦は二十一世紀枠兵庫の東ハリと対戦をいたします。まあ、私のちょっとこれもまた予習とかしてしまった復習や予習してなかったんですけれども、おそらく大分県勢がこの春の選抜で。 対戦相手21世紀枠と対戦するのは今回が初めてではないかなと思いますあの過去にですね大分上野川岡が21世紀枠として出場したことがございますまあね正直なところ21世紀になってから大手県勢なかなか選抜に出れてなかったのですからねそもそも あまだとはいいえでですね3年連続選抜にれて、まあ、嬉しい限りでございま,すまあ東リマもですねきあの近畿大会出ましてこ,、ね、このあと出てきます、ね、優勝候補一律和歌山とですね1対2のですね大激戦していて正直かなり強いポテンシャル持ってると私は思ってて油断なりません、えー、監督も加古川北でですね甲子園引いておりますのでそこら辺のまた甲子園の雰囲気慣れているのではないかということで こう手強い、油断してはならない、そういう相手でございます。もちろんどのチームが出てもですね、油断とかそういうことはしてはいけません。けれどもね。でですね、このパート、これ、ざっと見るとですよ、正直、名宝これ死の労働、厳しいパートに入ったなと思います。というのは、まあ、強いチームはね、ずーっとオンパレードなんですよ。えー、その後ですね、 一律和歌山と県岐阜省。これもね、優勝候補同士が当たって、一律和歌山商業ね、投手と、そして県岐阜商業ね、キャッチャー、ね、小園さんでしたかね、と、えー、高橋捕手、えー。このバッテリータイム注目ですし、 ね、梶田匠監督率いるけれんみのないバッティングの県岐阜商業昨年ね秋あの夏米宝島を対戦いたしましたけれどもこれ勝ったチームとね一律は加山か県岐阜商か、えー、どちらも強いなと私は見込んでますしねさらにその後半見てください、えー、奈良智弁学園対、えー、大阪桐蔭これがねまたね優勝候補なんですよ。 昨年の近畿大会の、ね、決勝戦王者と、えーですね、準王者が当たるというわけでこのねバッティングがねもうとにかくすごいチームと当たりますでさらに広島新庄対です、ね、長野の上田西もこれがねまたあの近年甲子園に、まあね、常連化しているこのですねいわゆるダークホースといいますか結構な、ね、実力があって これ下手したら結構上位かなり食い込んでくる2チームじゃないかなと思いますしこのねその仮にじゃあ,じゃあ次ベスト8のね準々決勝行ったとしてもここを勝ち抜かないとベスト4や優勝はないというかなりですねこれ激戦のおそらく客観的に見てもここのパートはかなりこう強い。 どのチームもこう強くて優勝できるんじゃないかなという力を持っているほど、えー、激戦だと私は思ってます。だからこそ目が離せません。えー、最後ですね、デーパートとまあいたしますけれども、東海大菅生から仙台松戸までのですね、こちらの矢倉でございます。こちらはですね、基本的にはこのフレッシュ人も多いですし、まあけどよく見るとやっぱ常連や これまでもね、優勝経験とかですね、そこそこやっぱり今大会でもこう上位食い込んできそうな粒揃いの面白いこうチームが揃っているなという印象でございます。えー、まずね、東海大、ね、菅生、東京代表とにはですね、えー、愛媛の初出場、聖カタリナ高校ね、出ますけども、まあ、東海大、ね、菅生、なかなか近年は甲子園あと一歩というところながらも、今回やっと選ばれましたし、まあ、 こう打撃力も結構あるなというチームでございます。そこにですね。新風聖カタリアの赤いね。旋風なんて起こるのかどうかなっていうのが楽しみです。で、また、宮城代表の柴田高校と、えー、京都代表、京都国際こちらも初出場対決ですね。あのー、やっぱこうフレッシュ陣がね出てくるっていう対決面白いですしまあ、どちらかね。初勝利を甲子園でするわけでございますから、もう新しい歴史がもう。 ここから動き出すというそのなんか楽しみが私毎回あるんですよね。だから初出場というのは本当にこう特にこう注目をいたします。で続きまして茨城の常総学院と、えー、福井のですね敦賀気比関東の準王者とですね、えー、北信越の王者もう甲子園ではですねおなじみのですね共にあのそれぞれ優勝候補もあれねしてる、ね、経験もございますし。 打撃かそしてね守りの守備力のある敦賀気比か非常にこう注目もう平成時代からね私も見てますけれども、ね、この両校はやっぱこう対戦相手で当たりたくないなというイメージを持っておりますそして、えー、ですねまず中京大中京はまあね昨年から 優勝候補での一角でございますので、まあ、このパート多分中京大中京が、まあ、を軸に、まあ、東海大菅生大学対抗とかですね、上層とかが来るのかなとは思っておりますけれども、やはり名門でございます。で、そこにこうね、えー、今回春としては初出場の千葉の仙台松戸。 えー、もう茨城ではですね木内監督かそして持ち丸修知監督かということで今回持ち丸監督がですね、えー、指揮を執られますけれどもこちらもね甲子園のベテランでございますしねポテンシャルもね選手もね、えー、あると思います、ね、関東大会もですねベスト確か4だったと思いますけれども、えー、いかにですねこの… まあ、名門と、甲子園としては親鋭のですね、学校が、こう、ね、どのような対決になるのかというのが、もう見物でございます。まあ、割とフレッシュ人が多い中で、いかにこうね、その後の名門も意地を出せるかどうか、そこには、私は注目をしております。 以上がですね、全出場校の組み合わせ、本当にちょっとありきたりな感想や、えー、ざっとした感想で失礼いたしますが、えーまあ、私の個人的な見どころであったり、感想であったりというところでございました。さあ、ということで、まあ、無事に組み合わせも終わりまして、ですね、これからいよいよ3月の、まあ、いよいよ、休春開幕というところを待つばかりでございますけれども、まずはですね、無事に、 このの甲子園の大会が開かれますことを願ってみません、まああの最近の話ですと例えば高校サッカーや高校ラグビーこちらもですねまあいろいろと制限はありながらも、まあ、無事に全国からチームが集まってそしてトーナメント頂上も決まりました。 まあこの感じでですね、ぜひあの、高校野球もですね、どうかこの全国のトーナメント大会が無事、えー、開催されることをです、ね、がですね、もう本当に、えー、楽しみですし、願っています。あの、ちょうど1年前ですよ、その、甲子園、ま、組み合わせまで決まっていながら、残念ながら最後はまあ中止となりました。 ちょうどこの、その時期からですね、緊急事態宣言であるとかで,ですね、こう、日本や世界もですね、こう、なんかこう、厳しく、この、窮屈で、閉塞感のある、この、まあ、世上に入っていったわけでございます。ただまあ、今年に入って、まあ、ま少しずつまた状況が、ね、変わりつつあります。 緊急事態宣言もまあ3月の頭に解除されるかどうなのかというところもございますし、またあのワクチンのですね、接種もまあ始まるということで、まあ少しずつ新しい局面には入りつつはございますよね。えー、ですからぜひこの流れでですね、まああのー、昨年ちょうどその甲子園の中止がきっかけで始まった閉塞感が、今年のこの甲子園の開催をもって、まあそこで、ね 切り替わってですねこの甲子園が無事にまあ開幕でねそして最後まで戦い,こう戦いというか大会ができてまた無事成功してまあちょっとね明るい気持ちにです、ね、なってもらえねそういう世の中になっていければいいなということが本当に願ってみませんまあね無事に甲子園もね春の選抜が終わってそして良い感じでこうね世間も明るくなってね コロナの状況も落ち着いて、そのままね、夏に向かっていきたいなという気持ちは、ぜひあの皆様もですね、お持ちでいらっしゃいますけれ,でしょうけれども、まあ、私もね、同じような気持ちでやはりいますよ。はい。ですので、まずはですね、無事に、えー、甲子園、選抜高校野球が開催されますことを願っております。ね、そしてですね、こう、これから新しい日本、ね、世界、明るくなっていきましょう。ということで、 本当にですね、個人的な話題にお付き合いいただきましてありがとうございました。ですね。これからもまあ,あの高校野球の話題もそうですし、まあ、野球に関してはですね私の地元大分ではですね大分ビーリングスというプロ野球チームもできましたので。 まあ、ああの、サッカーだけではなく、野球の話題もこれからですね、この、まあ、2021年の春からは、少しずつもうちょっとですね、えー、皆様に動画やブログなどでもご紹介してまいりたいと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、またですね、この動画、もしよろしければ、いいねボタンですね、高評価、よろしくお願いいたします。で、さらに、 もっとね、気が許せば、えー、チャンネル登録もぜひぜひ、よろしくお願いします。みん、ね、なポチッと押してください。あのー、チャンネル登録者数、まずはですね、大台の線に、早く行きたいなという気持ちが強いです。えー、野球の話題ももちろん、ね、提供してまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それではですね、また元気に、甲子園がですね、 開催されることを願いましてそれではまた